さらなる研究が必要かどうかを示すためにデザインされたブロボグラム。垂直の線と交差している研究は結論が出ていない。サマリーはこの治療が新生児の命を救うことを示している。同じようなさらなる研究は不要である。さらなる研究が必要であるでは、その治療が有効だがどんな効果があるかはまだ不明であることが説得的であれば、 さらなる研究が必要であるという声明は歓迎されることもある。研究の規模がどれだけ大きくとも無限に小さい効果は除外できないため、効果は有意でないが存在する、全く存在しないわけではないものとしてならば示すことは可能だからである。オックスフォード大学プライマリヘルスケア部門の教授で、あるトリシャグリーンハルによれば、元々の仮説を支持するエビデンスとしては確実性に、 かけるため、より一層の取り組みが必要な証拠として、再構成するための手段として、また研究にかけられた希望や期待を裏切らないために、さらなる研究が必要であるという言葉がよく使われる。彼女によればこの文句は、そのテーマに関する、真剣かつ学問の名に値する思考がそこで止まったことを示すサインであり、本来はほぼあり得ないことだが、否定的であったり、曖昧、不完全、 相反的なデータからも引き出すことができる唯一の論理的な結論である。かつてはピルトダウン人についてもさらなる研究が求められていた学術誌の編集作業においては1990年頃から定質なさらなる研究が必要であるという結合は避けられてどういった種類の研究が必要なのかどういった問題に取り組むべきなのかについて より具体的な情報が求められるようになっている。研究者自身も論文においてはどんな研究が必要なのか詳細に示すことを強く意識している。論文の有益性を高めるためにも、そのありうべき将来的な研究がどれだけの価値を持っているか分析することを推奨する論者もいる。グリーンハルは漠然とさらなる研究を必要とするのは、 昨日の取り組みから寸分たがわないまま問題を明日の研究に棚上げするような話であり、そういうことをする人間が資金を募っても断られるべきだと語っている。彼女をはじめ複数の論者が何についてさらなる研究が必要であるのかを判断する方法にこそさらなる施策と研究が必要であると指摘している。 さらなる研究が必要かどうかは常に適切に判断されるわけではない。記事冒頭のブロボグラムは、早産の可能性がある胎児の肺の成熟促進のためにコルチコステロイドを使用する知見を分析したものでシステマティックレビューの成果として象徴的である。この処置が新生児の命を救うことを示すのに十分な証拠が集まってからも、 長期間この証拠について周知が進まず、治療もあまり行われないまま、同じテーマで、さらなる研究が行われた。このメタレビューによって証拠が十分に認知されてから、この治療法の採用が増えたことで、新生児呼吸急迫症候群で亡くなっていた、無数のこの命が守られた。しかし、平均収入が低いか中程度の国でこの治療が行われると、 早産の新生児の死亡率は上がってしまった。感染のリスクが高いために医療設備が貧弱であったり、母親が栄養不良であるような土地では、新生児が命を落としやすいと考えられる。上記のレビューは、その後、平均収入の高い国では、この治療の有効性について、さらなる研究を行う必要は、ほとんどないが、収入が低かったり、 高リスクの母親に対して最適なステイロイドの投与量や最良の治療法についてはさらなる研究が必要であるという結論に修正されている研究論文がいつもさらなる研究が必要であるに類似した文章で終わることは1999年の疫学開始史の編集後期ですでに古いジョークとして言及されている。 一方でこの文句は研究論文以外のあらゆるものに当てはまることから人生におけるザウの命としては支持されてきた。ありがとうございます。